おー、めちゃくちゃ綺麗。アイリさん天才だ。なんかね、予想外です。みなさんこんにちは、メイクアップアーティストのチェイ日高です。今日の動画はこちら。はい、こちらはですね、私も日頃大好きで拝見している YouTuber のアイリさんのベスコスの商品たちです。大変に勝手ながら、あのアイリさんのベスコスを自分で集めて自分にメイクしたらどんな感じになるのかなと思って、このルック仕上げてみました。アイリさんはおそらくね、ブルーベースなんですよ。で、私はイエローベースで、日頃手に取っている商品もちょっとね、私のテイストとは違ってたりするんだけども、すごくね、新しいいい発見がたくさんありました。気になる方はぜひぜひこのままご覧ください。どうぞ。はい、それではファンデーション、私もね、使うの初めてなのでちょっとワクワク。ヘラのブラッククッションっていいのかな、 SPF34 の PA2+ 入っているクッションファンデーションです。私は Amazon で購入してみました。おお、あ、韓国のね、クッションファンデっていう感じ。こんな感じでデフィルも入ってる。これ嬉しいよね。おお、アイリさんが使ってたのとちょっとパッケージ違うかな。確かね、なんかね、リニューアルされたっていう風に書いてたんだけど、おお、なんかリッチなデザイン。おそらくこれアイリさんと同じカラーだと思うんだけど、 21N-1 っていうカラーにしてみました。では、ちょっと固めのクッションこんな感じで、あれだよね、蓋でトントンした方がいいんだよね。つけてきます。白かったかも。アイリさん白いんだね。あ、でもね、馴染んでいくかも。あ、結構今まで使ってきたクッションファンデーションの中でも素早く肌に馴染む感じがする。このパフがいいのかな。あ、でも仕上がり綺麗。ちょっともう半眼、なんかコメントでもあったんだけど、クッションファンデーションはこんな感じでペン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 して空気を含ませると綺麗に仕上がる構造になってるらしいです。私知らなかったんだけど、ありがとうございます。おお、あ、うん、綺麗。毛穴のね、カバーの仕方とかも綺麗だね。おお、ちゃんとカバーするのに素肌感も残ってて、なんか仕上がりとしてはセミマットっていう感じかな。うん、綺麗です。おお、なるほど、これはクッションファンデーションが苦手な私でもつけられる。なるほど、人気のわけ。はい、そしたら眉毛いきます。眉毛、私もこれ好きって思いました。はい、フーミーのアイブロウパウダーレディーモーブですね。このカラーすごい絶妙カラーだよね。じゃあせっかくなので、この紫っぽいカラーで眉毛仕上げていきます。洗練された感じのピンクブラウンカラーで、なんだろう、ちょっとね、ツヤっぽいというか色っぽいというか、そんな感じのね、眉に仕上がるんだよね。すごくね、絶妙なカラーだと思います。私はなんとなくこのピンクで全体的なベースを作ったら、真ん中のカラーでそれをね、覆い隠すみたいな感じにしてあげて、最後このダークなカラーで形を整えるっていう感じにしてあげます。ね、パウダーだけで本当に眉が綺麗に決まるよね。これはね、納得です。アイリさんわかる、これ。そしてアイブロウマスカラ、これメイベリンのファッションブローカラードラママスカラ、マスカラ、あ、いいんだよね、バーガンディアイブロウマスカラだよね。バーガンディっていうカラーみたいで、メイベリンこういうのあったんだね、知らなかったので超嬉しい。お、結構赤っぽいカラー。あー、すごい、結構バーガンディ、なんかね、予想外です。すごい、めっちゃカラー発色するけど、カメラ越しでアイリさんが使ってる時、ここまでなんか赤っぽいとは思わなかったんだけど、実際に私の眉に塗布してみると結構赤みのあるバーガンディーです。へえ、それこそヘアカラーしてる人が
喜びそうな感じの発色、すごいカラーがビビッドで綺麗。あとね、立ち上がりも綺麗だ。あ、なるほど。でも引いてみるとちゃんと下の眉と馴染む感じがする。へえ、でもなんかこうアイリーさんがこれつけてる感じしなかったな。あ、でもね、かわいい。あ、ありがとうアイリーさん、これはすごいいい発見。他のカラーも使ってみたい。はい、そしたらアイメイクいきます。アイメイクベースね、こちら選んでたんですよね。コスメデコルテのアイグロウジェムの PU188。 このカラー薄いラベンダーみたいなカラーなんだけど、私個人的には選ばないなっていうカラーなんだけど、ちょっと自分につけたらどうなんだろう。偏光パール感があるんだ。あ、なんかね、私が使うとしたらなんだろう、トッパーとして使うだろうなっていうようなカラーなんだけど、あ、なるほど、ベースにしてあげると透明感が出るんだね。根元がおそらくくすみにくいんじゃないかな。へえ、自分以外の人の参考にするって面白いよね。なんか全然違う発見がある。不思議なカラー、こういうなんだろう、パールっぽいものをベースに入れると私なんか目がね、腫れぼったく見えてしまうんだけど、この子はなんか偏光パールでちょっとピンクとパールとっていうのがあるカラーか、そこまでなんか目が腫れぼったく見えない良いベースです。うん、はい、ではアイシャドウはこちら、アンドウルフ by N オーガニック。N オーガニックってスキンケアのね、あのコマーシャルのやつねの、スリーサムデザイニングアイカラーです。パケがねすごい可愛い、私海が好きなのですごい可愛い。はっ、めっちゃシンプル、なんかオルビスみたい。開けてみると、あ、ちゃんとミラーが入ってる、使いやすそうなね、3色カラーですね。これ確かね、朝日さんもいいって言って使ってた。朝日さん確かこのカラーをハイライトとして使ってたんじゃないかな。じゃあ使ってみます。おお、いい感じの筆。じゃあ私はこの真ん中のカラーを、ちょっとわかんないから、いつも慣れてるシューの筆でいきます。真ん中のカラーをアイホール全体に塗布してきます。ベースの紫が効いてて、なんかドラマチック。うん、これは使いやすいブラウンベージュパレットなんじゃないでしょうか。なんかイメージとしては、まあ、全然質感とか違うけど、エクセルのさ、あのスキニーリッチシャドウの大人気カラー01番だったっけ、あるじゃない、ベースのベージュブラウンの、あんな感じですごくみんなが使いやすいようなカラーだと思います。おお、ニュアンス的な深みが出ました。ではこのカラーがどれぐらい発色するんだろう、重ねてってみます。あ、これはね、手でのせた方が粒子が潰れてパール感が出て綺麗ですね。あ、なるほど、コッパーにもよらない感じのベージュのブラウンでシルバーのチラチラが入っててね、綺麗。ベースとナイスコンビネーションです。あ、綺麗、ナチュラルだけど綺麗。ちょっと下まぶたもいこうかな。あ、なんか不思議なシャドウだねこれ。結構ね、ザクッとしたグリッターが入っているんだよね、途中ちょこちょこで。それがね、なんか邪魔せずに、あの光を放って目元をねパーッと明るくしてくれる感じがあります。で、一つ一つのシャドウもそんなにねバッチバチに発色するわけじゃないんだけど、すごく綺麗なニュアンスと影感があるような目元に仕上がる。ほう、なるほど。じゃあちょっとマスカラをして戻ってきます。はい、マスカラをして戻ってきました。すごくねナチュラルなんだけど綺麗な目元。じゃあチーク、これもちょっとね自分では買わないようなカラーなのでワクワクしています。コスメデコルテのパウダーブラッシュの807番っていう香りじゃなくてカラー、こちらです。ちょっとね
青みがあるようなカラーなんだよね。でもこのコスデコのパウダーブラシはもうね、質感としては私も大好きなので、これは楽しみ。どれぐらいの発色なんだろう。ここら辺につけようかな。あー、なんかね、思ったより青々してなくて綺麗。なんかじゅわっと内側から発色みたいな感じになる。あ、綺麗。でもね、確実に青みもあるの。最近だとコフレドールの青みチーク、ラベンダーカラーだったかな、使ったんだけど、あれもすごく良かったんだけど、それによりちょっとね、血色感プラスっていう感じのカラー。見えるかな、見える。めちゃくちゃ綺麗。あ、全然イエローベースの私でもいける。あ、綺麗。はい、そしたら最後リップです。ボビーブラウンのエクストラリップティントっていいのかな、04番のベアラズベリーっていうカラー。あ、結構ここで見るとビビッドだけど、バームのね、透明感もあるから、そこまで発色はしないのかなっていう風に思っています。それでは、おお、なんかベリーの感じの青み感もあるんだけど、ちゃんとね、なんだろう、赤っていう要素もあるからかな。うん、綺麗。はい、仕上がりはこんな感じです。はい、いかがでしたでしょうか。今日はね、私も大好きな YouTuber アイリさんのビスコスのメイクを使ってこのルック仕上げてみました。あのね、本当に良かったと思います。アイリさんを選んで。特にこのアイブロウマスカラ、このバーガンディの感じは本当に、最初ね、びっくりするカラーなんだけど、こうやって引いてみると顔にちゃんと馴染んで、今日のこのフルルックを、なんだろう、ノリとなってこう、なんだろう、くっつけてくれて、こう統一してくれてるっていう感じがする。すごいね、良いです。アンドウルフのアイシャドウも最初ね、発色あれなのかな、なんかすごく控えめなのかなっていう風に思ったんだけど、仕上がってみるとちゃんとね、目元できてますね。なんかイメージとしてはシャーロット・ティルブリーのあのアイシャドウあるじゃない、なんか何の変哲もない感じのアイシャドウの並びなんだけど、意外と全てを仕上げてみるとすごくね、なんかナチュラルなんだけれども上品なルックが仕上がってる感じがする。あとね、このベースに引いてるこのコスメデコルテの PU181、アイリさん天才だ。これをね、ベースに仕込むのはすごくいいね。なんか他の私が日頃使ってるようなアイシャドウの下にも仕込んでみたいなっていう風に思います。なんかこういうカラーって私トッパーとしてのせがちなので、なんかすごい勉強になりました。チークのカラーも絶妙に綺麗だし、このボビーブラウンのリップ、いつもは選ばないようなちょっとね、青みがかったカラーなんだけど、すごくね、顔色をパッと華やかに、透明感を増してくれてる感じがして、でも透け感がね、たっぷりある感じのバームなので、どぎつい感じにならないし、私ぐらいのね、年代の人にはすごく愛されるリップなんじゃないかなと思います。愛されてんだよね、愛されてんだと思うんだ、私が知らなかっただけで。うん、すごくね、いい発見がたくさんありました。アイリーさんビスコス動画シェアしてくれてありがとうございます。またね、ちょくちょく私が気になった YouTuber のなんかビスコスとかお気に入りを勝手に真似してメイクしていくっていう企画を定期的にやろうかなっていう風に思ってます。やっぱあれだね、なんかこう自分の好きなものばっかり買ってると、やっぱりちょっと凝り固まってしまう感じがあるんだけど、こうやって人にインスパイアされていろいろ試してみるって大事だなっていう風に思いました。今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。今日の動画も何か皆さんの参考になったら嬉しいなと思います。アイリーさんの動画でもっと詳しくレビューしてくれているので、気になった方はアイリーさんのレビューも見てみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。